とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、最強ビルド5選、やっていきたいと思います。ビルドは、おそらくじゃないね。必ず、アップデートで、強いのが出てきます。でも、今、2021年7月現在、本当に使えるよっていうビルド、5つランキングで紹介したいと思います。これ、個人的な意見も入ってます。ご了承ください。それでは早速、行ってみましょう。それでは、第5位。第5位は、これです。はい。スポンジストライカービルド。このビルドは結構簡単にいけるよね。痛みサイクルがついてるスポンジストライカーがあれば、まあ、それだけで OK みたいな感じです。ただ、雑魚敵からボスまでもう常に使っていきたいっていうのであれば、ちょっと工夫が必要です。まず、回復スキルがたくさんいる。輝きだけじゃとても吸収できないので、輝き、吸血、そして流れ込む魂とリフレッシュだね。その4つの、2つついてれば確実かな。確実に HP は、そのまんまでいけると思うんだけども、まあ難しいのであれば、ボス特攻として持ってていいと思う。もうボスと戦うようだけでいいならば、もう痛みサイクルだけでいいので、それで、使っていけるっていうのがすごいお手頃だよね。はい、どんな敵でも2発で倒してしまいます。うん、ボス用もしくは古代人用としてすごく重宝します。第5位、スポンジストライカービルドです。それでは第4位。第4位はこのビルドになります。はい、無限ポーションバリアビルドです。これは勇者のアーマーもしくは英雄のアーマー、ミステリーアーマーでもいいね。ポーションのクールダウンマイナス 40% がついてる防具にポーションバリア、これをつける、ビルドになります。ポーションバリアは9秒間ダメージを 90% 軽減する、ほぼほぼ無敵状態に近い感じになります。で、その間にこの武器もしくは弓どっちかにリフレッシュをつけましょう。このリフレッシュをつけてポーションのクールダウンを測りながら9秒間の間に、ポーションを使って無敵時間を持続していく、そういう戦い方になります。自分のね、火力を上げた方がいいので、おすすめは、キノコとエレメントのカバン、あ、違う、エレメントじゃないや、エリクサーのカバン、それがおすすめです。エリクサーのカバンで、この力のポーション、これを出してから攻撃していくとダメージが2倍になって、近接がものすごく強くなるのでいいです。もうずっとね、ポーションを使ってダメージ 90% 以下でやっていくので、めちゃくちゃいいです。でもただね、敵がね、あんまりいないところではちょっと使いにくいかな。やっぱ敵がね、いっぱいいるところっていうので、これは進化を発揮するので、このちょっとずつしか敵が来ないようなところではあまりおすすめはできません。でも、敵がめちゃくちゃ出てくるようなところで使えば効果は抜群です。超おすすめします。第4位、無限ポーションバリアビルドです。続いて第3位。第3位はこのビルドです。はい、爆弾屋ビルド。これもめちゃくちゃ強いよね。ダイナモが爆弾屋では消費されないようになってます。なのでダイナモを20まで、最大まで上げてからこの爆弾の矢でどんどん攻撃していくっていうビルドだね。で、ダイナモを20までやらなきゃいけないので、マルチロールがついてるとやりやすいです。
まあ、開始早々ね、20回回して、で、それから別の装備にするっていうのもいいけど、まあ、マルチロールがあると、手っ取り早くて、おすすめできます。はい。ただこれね、回復手段が少ないので、流れ込む魂とか、この武器にね、つけたりするといいと思います。で、あと、このエリクサーのカバンは必須。まあ必須だね。力のポーションで、爆弾矢のダメージは倍になるので、ほぼほぼワンパンでこれで倒していきます。ワンパンだね。間違いなく。間違いなくワンパンで倒していけるので、めちゃくちゃいいね。ただ、この爆弾の矢は、弾数がめちゃくちゃ少ないです。なので、枯渇することも十分考えられる。なので、弾数には注意してください。矢が出ないとね、ちょっと運用が難しくなる。ほら、もう十何個か。あ、でも1個出たな。はい。まあ、とりあえず弾数に注意していけば、めちゃくちゃ強いビルドなので、おすすめです。第3位は、爆弾やビルドです。それでは、第2位です。第2位は、これですね。はい。エレメントのカバンビルド。これ強いんだけど、装備が難しい。装備難しいよ。まず、アーティファクト。エレメントのカバンを2つ。そして、羽を1つ。これは簡単だよね。カバン2つと羽は用意できる。でも、上が難しいんだ。まず、武器。武器は、流れ込む魂がついてる武器にしてください。これでね、回復するので、流れ込む魂はつけましょう。そして、防具。防具は、雷フォーカス、そして火炎フォーカス、この2つは必要です。で、さらにクールダウンが2つあれば安心、2つあれば結構安心なので、そこはおすすめかな。まあ、できればでいい。1つはポーションバリアとかでもいいけど、それもちょっと限定的になりすぎて難しいかもしれませんね。防具は厳しい。で、弓は、バーストボーストリングと、クールダウンショット。これがついてるやつを探してください。で、しかも、弾数が多いやつがいい。ショート棒とかだったら、やりやすいだろうね。この夜の棒も弾数が多いので、まあ、やりやすい方だと思うんだけども、このセットが揃えるのが難しいのよ。まあ、これじゃなくても、まだ運用はできていけるんだけども、このすべての装備があるとかなりやりやすいです。もうやり方としては、あとあれだ、あとね、もう一つ重要なのがあった。マルチロール、これ黄金スキルでマルチロールついてるけども、このね、羽だけじゃね、ちょっとね、ぴょん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 できない時があるのよ、このクールダウンの仕様で。なので、その時に、ローリングがマルチロールでついてれば安心なのよね。そうだ、それがあります。まあ、やり方としては、本当ね、3つのボタンとコントロールキーをカタ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 するだけで、敵がバッタバッタと倒れていきます。めちゃくちゃ気持ちいい。これが作れた時はすっごい気持ちよかった。ただ本当にね、これを作るのは難しい。ただ作ってしまえばめちゃくちゃ強くなるんで、おすすめです。ほぼほぼワンパンかな。この雷が出てしまえばワンパンで戦っていけるので、いいです。まあ、頑張って探してみましょう。それでは栄えある第1位の発表です。第1位はこれですね。普通の矢ビルドです。強いです。強いし、そこまで難しい装備ではない。編成を紹介しますね。まず、アーティファクト、普通の矢を2つ、そしてキノコです。
キノコは、ソウルが枯渇した時の緊急用として一応持ってます。まあ、別のやつでもいいと思いますけども、俺はこれを一応推奨してますかね。で、武器は、ソウル吸収がついてるやつをしてください。さらに流れ込む魂をつけてるともっと安定するかと思います。まあ、ソウル吸収を、苦痛の矢そして武器で4個回収するのでだいぶ安定しますね。で、防具はまあお好みのやつでいいです。やだよね、弓だね。弓が、ちょっと問題になります。最高なのはハープクロスボウです。ハープクロスボウにダイナモをつけてください。うん、できれば無限も、そうするとかなり強いです。もしくはハープクロスボウじゃなくってこれも良かった、汚れたクロスボウ、これはもともとダイナモがついてるので、これにね、マルチショットと無限がつくと最高だよね。はい。まあ、とりあえず今日は、このハープクロスボウの無限ダイナモでやっていきましょう。まず最初にね、ソウルを集めないといけないっていう手間があるんだけども、まあ、4つね、回収がついてれば、そんなに苦労はしないので、いいです。まあ、こんな感じで。敵がバッタバッタと倒れていくのでこれはいい。ほぼほぼワンパン、まあほぼ、うん、絶対だね、 100% ワンパンできると思うのでこれはおすすめ。敵もザコも、うん、スポンジストライカーは、そんなにね範囲が広くなくてちょっと難しいところがあるんだけども、この普通の矢ビルドは、まあ、ハープクロスボウを使った時なんだけども、横にすごい広がるので、めちゃめちゃ倒していて、気持ちいい。もう本当にこれは、気持ちいい武器になってますね。もちろん、ボスも、ワンパンです。いくよー。はい。まあ、ちなみにダイナモは20まで貯めなくても大丈夫です。1でいいです。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。